杉田議員の発言が非常に差別的で、こんな発言がもうまかり通ってしまったら、本当にこの LGBT を含めた生産性がないと言われるような人たちがもうより苦しい状況に追い詰められてしまうんじゃないかと思いまして、これは本当黙って見過ごせないなと思って今日は、駆けつけました。杉田議員、この LGBT の子供はそうでない子供に比べて自殺率は6倍高いということを知ってるにもかかわらず、この言葉を出してそれを嘲笑ったんですよ。本当にそれが許せないなと思いまして、その議員の仕事って一番はその国民 その生命財産を守る仕事のはずなのに、その生命を守るつもりがない、そのまさにそういう支援をしてこなかったことが、もう僕はもう正直もう今までこの LGBT の子どもたちを殺してきたというふうに思ってるんですね。なのでこれ、本当にもう許せないと思って今日は駆けつけました。自分の持ってる力を権力と勘違いして、ああいう好き放題を言うっていうことがどれだけの人を傷つけてるのかっていうことを想像できないくらいの人間性なのかなって考えちゃうと、もう議員だからとかっていう前に、同じ人間として、しかも同じ女性としてそういうことが言えてしまうっていうことがもう本当に悲しいっていうのもありますし、何か自分の存在自体をすごい否定されてるんじゃないかっていう思いで、すごくやっぱり傷ついたっていうのはあったので、そこをどうにか彼女に気づいてほしいっていう意味もあって、今日は講義ができてよかったかなと思ってます。